して約束の一週間目来たんです。でそのお方がね、ドイツ人の神父様が治療始めてもいいですよということで、母は何を今さら一週間掘り投げてて、海と血がずるずる流れて、うちが這い回してね、だけど不思議にうちがね、この傷口を張っていくときにね、ズルズルするもんだからね、頭をね、肉に食い立てるんですよ。そして移動させるんです。そうしたら布団張りさせるみたいに痛いんです。悲鳴が上がるんですよ。それが全くないもんだからね、それもおかしいな、だから死んだんじゃないかと思ったんだろう、思うんですけどね。何を今さら治療してというのはね、反発の気持ちもあったみたいですけど、まあやれやれというね、これでまた治療ができるという、解放されたというような、この複雑な気持ちだったみたいです。そして治療しようと思ったらね、包帯も何もないから、疎開させていた金舎の着物、金舎はね冷たくて気持ちいいんですよ、木の上に乗ると。でそれを乗せて、でこの傷と境目のところは海がこう口でこう汚く汚れてね、上の方はジュクジュクなところとちょっと乾いてるところといってね、こうまんざらになって乗っかってたみたいですけどね。まずそれを取るために、包桟でこの金舎の切りを下して柔らかくして、めくらないことにはまた新しく傷を作って血が流れてるようになるからね、ね、そうとしようと思ったら、なんと母が着ていたこの着物のたもとがね、このたすきをかけてやってるんだけど、たもとがこの乗っつけたこの端のところに触れてずれてたのね。それ母は気がついていないんですよ。そしていざと思って治療を始めようと思ってみたら、毛がずれてる。見たら、あれほどジュクジュクで指がくっついたらいけないからって言って、一本一本綿を詰めていたね。綿といっても今の綺麗な綿じゃないんですよ。猫の子が死んだような黒いその布団をちぎって綿を引っ張り出したものですよ。ネズミ色の汚い綿ですけどね。それが傷がないんですよね。びっくりしてよく見たら、薄いピンク色の皮膚が覆っていたわけです。でびっくりして、部屋の隅に寝かしていた私を敷布団のまま部屋の真ん中移動させて、今度は左手を見たんですね。左手もきれいにピンクの皮に包まれてたんですね。ということで手を伸ばして片手を持ち上げて、そーっと横に向けたんですね。ところが、あの手こずった脊髄に穴が7つも開いて、お尻にこんな大きな床ずれがあった、そこの傷も全部癒えてたんですよ。それで頭の傷があったことも思い出して、頭を見たらこちらも綺麗になってる。毛が抜けて坊主になってましたからね、その時はね。だから傷もすぐ見えましたね。で足の裏もと言ってみたら綺麗になってた。そしてもう一度上を向いて寝かした時に気がついたのが、体にまつわりついてたうじがチョコレート色になって私の体の輪郭を作ってたんです。
実はね、2つ年上の姉たちは日曜日ということと、その女学校のクラス担任の先生がお辞めになるというのでね、この厳島の方行ったりなんかしてたんですね、お別れのという意味で。それを見てね、私たちはね、休みなしの月月火水木金金で、この兵隊さんたちとそれこそ汗をかいて、いろいろと空腹を抱えての重労働をしてたわけでしょう。それでその日もそういうこの炎天下の中で兵隊さんたちとこの力を合わせながら、特に鉄道隊の兵隊さんたちですから、鉄道線路なんかの運搬のことなんか訓練でもしておられたんですけど、その端くれ的なようなことも手伝わされたりしてですね、ヘトヘトになって帰ってきた時に、その姉の顔を見てすごく兄弟喧嘩したっていうのが8月5日の私の苦い思いなんですよ。で、姉はね、非常に視野が広かったと思うんですけど、私にね、物のない頃なのに、この地球儀をね、お土産に買ってきてくれたんですね。だけどその姉の心をね、踏みにじるようなね、この非常事態に先生とのお別れだと言って、シャーシャーとあんな、ね、観光地の宮島の方行ってね、そして弟のお土産だと言って、こんなもの買ってきてくれたって、嬉しくないと言って、目の前で投げつけて壊したんですね。あれがすごく今ダニを引いてるんですけど、このような、まあ、5日の日って言ったら、ね、毎日 の警備隊員としてのこの務めという上に、プラスそういう兄弟とのいさかいというものがあったもんだから、むしろそちらの方が強く心に残ってるんです。で、その翌日ね、姉が学徒動員ですから、駅前郵便局に向けて出て行ったんですけど、結局仲直りしないままに永遠の別れになったんですね。行方不明なんです。で、家を出た時間と原爆が炸裂した時間をこう推測なんですけど、こう押し詰めていくと、だいたい今の東海地からこの神谷町あたりの間の電車に乗ってた時間帯としてですね、と、まあ、想像してるんです。で、全くの行方不明で、はい、何一つ見つかってませんね。